あのコンバット4が、チッタで開催してて、で関東の DJ でいうと、まあ、コーンヘッドが出て、あとアイチンが出てという感じだったのかなと思うんですけれども、まあ、関東で開催するにもかかわらずやっぱりその、まあ、そのメインイベントがあの時は NG ヘッド対チェンホンだったりとかしてやっぱりその西のね DJ が取りっていう状況で、まあ、今回もそれは一緒なんですけど、まあ、東京、千葉、埼玉、神奈川ちょっとそのレゲエダンスホールっていうところで言うと、まあ、関西にねちょっと今負けてるんじゃないかなっていうふうには思うのでそこをやっぱりその負けてないぞっていうのを見せるためにもねやっぱり、ちょっと再度あのギアを入れ直したというかゴング見に行って、まあ、玉造とか、あと、フリーキットとかチャラとかで玉造フリーキットに関しては自分もプロデュースしてあの自分のレーベルから曲出してたりとかするんですけど、まあ、その彼らの戦いを見に行ったんですけどやっぱり、まあ、彼らもその1試合には勝ったけれども、まあ、MVP にはなれなかったとかっていうのがあってその自分もねその偉そうにプロデューサーやとかやってる手前なんかねそのおじさんできんのかよとやれんのかとやれますよっていうところをちょっとやっぱ見せないとことにはやっぱりその示しつきませんのでねそういうのもありますね。はい、ないと思ってたんでね来たかって感じですね。嬉しかったです。まあまあ面白いですよね。あのやっぱハマった時の快感ってそのやばいですね。クラッシュのその相手の言葉にはめれたなって返せたとかあの時の感じがちょっとやめられへんですね。ゾクゾクするですね。やっぱマスターロールですからね。やっぱそのすごい声してるんでそこに本当飲まれないようにっていう風に行きたいっていうのとすごいフィジカルが強いっていうか体もでかいし声もでかいっていう感じだと思うので自分もそこでフィジカル負けしないようになんか行きたいなと思いますし音の乗り方とかすげえなと思うっすよね。めちゃくちゃ器用なんじゃないですかね。テクニカルっていうか真逆っすよ。自分とペプーの試合はやっぱあの直球の投げ合いでいきたいなって思ってるっすね。タイプがちゃうと思うっすよ。だからその全然タイプがちゃうから正直この噛み合うか噛み合えへんかで噛み合ったでもすげえ面白いクラッシュができそうと多分それは向こうも望んでくれてることなんじゃないか。僕はもう向かっていく一択なんでいいコントラストはあると思っていて、力対技、あと東対西なんかどっちが強いんだよって話ですよね。こういう機会がないとなんか人のね悪口をねめちゃくちゃ言っていい機会とかないのでそうですねこういう機会を、まあ、作ってくれたことに感謝っていう感じですね。うん、めんどくさいなっていうね。まあまあ知名度もあるしスキルもあるし、ホプロもあるしまあまあ嫌われてるし気持ち悪いかなっていうそんな感じですかね。一発逆転ってないよなって思ってて積み重ねたやつにしか逆転ホームランって打てないよなって思ってて、で そういう意味でじゃあ今までのリリースであったりとか、じゃあどれだけの若手をねリスクを負ってプロデュースしてきたのとか、あとどれだけのリスクを負って地方に外たれ呼んできたのとかいろいろみんなあると思うんですよね。だからそういうふうに見た時に自分の方が
まあ、そういう意味ではリスクを負ってきてるのは間違いないなと思っていて、ちょっと勘違いしてですよね、なんかその上からもの、まあ、言い方なんか知らんけど、なんかまあ鼻につくっすよね、なんか知らんぞお前っていう、やめとったらあかんぞって言って、本当になんか中途半端に言っちゃうとただ失礼なので、本気で行くぞと、そこですよね、なんかちゃんとそれを見せたいです。はい、ほんまに今更出てきてね、持ってった俺はもう、俺は下から来たから、ほんまにお前とはちゃうという、舐めとったらあかんぞってところをね、笑ってもらいたいですね。またこのステージに帰ってきた、また熱くなれる、全身あるのみ、叩き潰すのみ、自分のスタイルであいつを倒すのみ、ここでの戦い方を教えてやる。東京に来てすぐにマイクを握った、そしてこの街でずっとやってきた、数々のリリースやプロデュースなどもずっと積み上げてきた自負がある。仲間や若手へ背中で語らなければならない時がある。熱く燃えた火が今宵ゴリラホールを焼き尽くす。ペクー VS 響キラー、いざ開戦。Yo, this is Combat 6. Big up all mass band group. Big up home G band. 言葉の連鎖連鎖で沸かす各地の現場。年賀連中は仮面なエンターテイナー。行こうか Combat。 始めようかボーイ。でも今更遅い。誰もあいつにもうない興味。ここで響きの引き際用意。積み上げたストーリー、かけた将棋、 4.27 さばきの闘技、ゴリラであげる響きの葬儀、頭いいけど裸の多さ、身の丈知らずただの大バカ、活動休止は雑魚の理論、あいつは勝手に過去プロ、そのキャリア傷つける覚悟はあるか、どこの子黙ってこんずらかますか、どこの子とてくれぶバラスタ、行くぞ口は災い上手待つ、手を手上げる泣き上げ上手待つ、偉そうなコミショに上手待つ、もう今日通って待つ、ビッグマウスのボクチャチ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 、あいつは過去の上手待つ、秒であるキャスは秒である、コンバットでその首取って変わる、めくる前にめくれてるペクが追っ立てた死亡フラッグ、嘘と噂とブラフで勝てるか知恵まで遅れてる、ラーン無駄でビッグオンシャティナヨヘッド、無駄でビッグオンシャティナヨ、裏で書いた己を裏でラースペシャルデディケーションなパピュラーデマンド、リリックスアンデマウタな巻き並みやん、君の天使ゴミ出すのに何週間、俺のアンサーは一瞬や、もうちんぽでかい方の勝ちでよくないんすか、もうちんぽでかい方の勝ちでよくないんすか、マスター下にはお似合いす
4月27日ゴリラホールで行われたコンバット6、見逃し配信は5月4日まで。ゴリラホールでコンバット6、始めよか殺しの正体。